菊川湖川上ダムは、山口県周南市大浅川上地崎、二級水系戸田川、水系戸田川本川に建設されたダムである。周南市の山間部に水源を発し、周南市戸田に注ぐ富田川は、流路延長1 4トルと、二級河川の多い、山口県にあっても、比較的小規模な河川である。川上ダムはその中流域に設けられた、重力式。 コンクリートダムであり、新南洋地域への洪水調節とともに、流入河川の少ない周南地域にあって、工業用水道、上水道の貴重な水源の一つとなっている。ダム湖である、菊川湖砂岩を、山口県道、島根県道3号新南洋津和の線が通過し、川上大橋がダム停滞のすぐ下流を横切る。川上大橋からは停滞を正面に望むことが、できるが、 歩道がないため、撮影等には注意が必要。周南地域の水が目としては、西木川下水統制計画により1940年に完成した日本最初の多目的ダムである高道ダムがあったが、第二次大戦後の増大する水需要に対応するため、西木川総合開発事業を策定、高道ダムの直下流に新たな多目的ダムである、 菅野ダムの建設が計画されることとなった。しかし、菅野ダムはその規模の大きさから完成までには長期の期間を要することとなったため、完成までの間を埋めるべく富田川に工業用水道の新たな水源を求めることとなった。富田川は中流域で22平方キロメートル程度の流域面積を確保可能で、 開発水量4万8000立方メートル、日の水源が確保可能なことから、白羽の矢が立ったものである。ダム建設にあたっては、富田川の洪水調節を目的に合わせ持った多目的ダムとし、山口県が主体となって1958年8月に、本体工事に着手、1962年3月に完成した。しかし、菅ノダムの完成後、 高度経済成長期の集南地域における水需要のさらなる増大に対応するべく、さらには1967年1968年の異常滑水による厳しい取水制限を受け、新南洋地区での新たな工業用水源を確保するべく、当時の徳山市西部に注ぐよる、市川と富田川を組み合わせた新たな工業用水道事業を策定することとなる。 具体的には、ダム再開発事業により、川上ダムを16.5メートルかさ上げし、貯水容量を676万立方メートル増加させ、当時建設中であった島地川ダムから、川上ダムに導水トンネルを掘削、夜り市川の傍聴席からの不特定利水と合わせて、周南地区の各企業に送水するというものである。本格的なダム再開発事業は、日本初であった。 これに伴い、新たに9個の移転家屋と33.07ヘクタールの用地取得が生じ、1971年に着手し、85.96億円の掃除業費により、1979年にダムのかさ上げが実施された。ありがとうございます。